石灰岩、石灰岩、石灰岩は炭酸カルシウム、ココ、崩壊石、またはアラレイシを50%以上含む体積岩。炭酸カルシウムの比率が高い場合は白色を呈するが、不純物により着色し、灰色や茶色、黒色の石灰岩もある。肉岩では結晶化しているように見えないが、ミクロのレベルでは結晶構造が存在する。 現在、地上の鉱物中に見られる炭酸カルシウムの結晶構造は、六方小系の崩解石型と、斜方小系のアラゴナイト、アラレイシ型がある。地上や地下浅くで結晶化させた場合は、崩解石型になるが、地下深くの高温高圧化で結晶化した場合は、アラゴナイトになり、貝殻など、生物活動で結晶化した場合も、アラゴナイト型を取ることがある。アラゴナイトは、 地上の雰囲気下では徐々に崩壊石に変化、転移するので、一般的な石灰岩は崩壊石型である。石灰岩が地下で熱変成作用を受けて炭酸カルシウムが再結晶し、崩壊石の結晶構造を成長させた岩石を結晶質石灰岩、大理石と呼ぶ。石灰岩の成因には生物起源と科学的沈殿の2種類がある。 石灰岩には大量の二酸化炭素を含むため、地球上の石灰岩がすべて熱分解したと仮定する場合、気温が300度上昇すると言われる。有効虫、海百合、サンゴ、貝類、塩石も、石灰もなどの生物の殻、主成分は炭酸カルシウムが堆積してできたもの。生物起源の石灰岩には明瞭な化石を含むものも多い。 県世代においては、古世代のオルドビス期頃と石炭キ,キペルム期頃、中世代の白亜紀頃の3回、海生生物起源の石灰岩が大量に生成した。例えば、古世代後期、中世代に存在した海域、テチス海で生成した石灰岩は、現在、アルプス山脈、ヒマラヤ山脈、極東アジアの各地で見られる。また、白亜紀の語源となった、 イギリスのドーバー海峡に見られる白は、チョークも、海生微生物起源の石灰岩である。同様な生物活動は、現在も続いており、ンゴ省では、今も石灰岩が生成されつつある。自ら、炭酸カルシウムそのものが、科学的に沈殿したもので、通常、化石は含まれない。石灰分を多く含む、温泉水やカルスト泉の沈殿物としての生成が、 量的には多い石灰化、トラバーチン。世界遺産に登録されたトルコのヒエラポリスパムッカレの石灰棚が有名。日本では白骨温泉など。他には石灰洞内の洞窟性生物など。石灰岩は堆積、沈殿した元の場所に産出する現地性のものと一旦できた岩石が運ばれて二次的に堆積した非現地性のものがある。 世界的には非現地性のものも多いが、日本の石灰岩山地は大部分が現地性である。石灰岩は比較的風化されにくいので、山脈中の高いピークや大きな山となっている場合が多い。ヒマラヤ山脈のエベレストの頂上やアルプス山脈のアイガー等は石灰岩でできている。日本ではイブキ山や藤原岳志や武甲山が全山石灰岩である。 石灰岩の主成分である炭酸カルシウムは雨水に溶解するため養殖によってドリーネや小乳洞を作り特徴的なカルスト地形を形成する。日本では秋吉台やキビ高原、また四国西部や北九州地域、平尾台にカルスト地形が存在する。また風化にーが養殖されやすいことから中国のケイリンのような特異な地形を形成する場合がある。 また、沖の選ぶ島のような流起生産後症と呼ばれる島々では、現在も島周辺で大量の増サ産後が石灰岩を生成し、島自体は成長を続けている。これらの島は大部分が石灰岩でできている。また、ドーバー海峡の白亜にもあるようである。これらの山の岩場やカルスト地形の地では、石灰岩地に特有の植物が見られる。 ヒメフウロなどことから、それらを、石灰岩植物、あるいは、高石灰岩植物、その性質を高石灰岩性などという、動物にも例がある。特にカタツムリなど陸産貝類は、石灰質を殻の形成に必要とするために、石灰岩自体では特に多産し、独特の種がいる例も多い。石灰岩は、石材として、一般的に使用されている。 ライムストーンの名称で取り扱われる石材は石灰岩のことである。古くはエジプトのピラミッドに使われた例がある。石灰岩産地では石垣などにも多用されている。大遺跡は白色の結晶質石灰岩のことでヨーロッパではギリシア時代から建物や彫刻に使用されている。日本ではビルの内装等の装飾に使われている岩石を 結晶質石灰岩も石灰岩もひっくるめて大理石と呼んでいる。ビルの内装にアンモナイト等の化石が見られることがあるが、細部まで明瞭な化石が残存する場合は、材質的には石灰岩であること多い。また、編成を受けた石灰岩の中にも大きな生物の化石痕跡が残る場合もある。石灰岩は工業用に大量に採掘。 使用されている。鉱石名は、石灰石。その他、ガラスの原料や、白色の顔料の素材としても使われている。日本には採掘しやすい場所に高品位の石灰岩が、大量に存在する。石灰岩は、数少ない国内で、自給可能な鉱物資源である。しかし大規模な採掘により、自然の地形が大きく改変され続けている。 例えば右のいぶきさんの写真では向かって左側の両線が採掘によって幾何学的な直線状になっているのがわかる。ここには石灰岩でできた山や石灰岩起源の特徴的な景色を掲載した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。